それでは今週の話題をお送りします。まずは木村弥生江東区長の話題です。5月1日月曜日、4月23日に行われた区長選挙で当選を果たした木村弥生江東区長が江東区役所に初登庁しました。午前10時ごろ、大きな拍手で迎えられた木村区長。職員から花束が贈呈されると笑顔で受け取りました。こちらお願いします。区長室のある4階では江東区観光キャラクターことみちゃんがお出迎えしました。深々と一礼し区長室へ。報道陣の問いかけに対し、はい、今の心境を語りました。私この江東区に力を尽くして参りたいと決意を新たに、改めていたしました。どうぞ皆様、これからも区民共同で一緒にこの街をより良い街づくりを進めてまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。木村区長はこの後午後3時30分記者会見を開きました。皆様こんにちは、区長の木村弥生です。私は4月の23日の区長選挙でこれまでの区政のあり方、体質を変えると訴えて7万5906人の区民の皆様からのご支持を得て当選をさせていただき、この度第6代の江東区長に就任いたしました。初めは大きな海に小舟で漕ぎ出すような選挙でございましたが、400回近くの街頭活動を続けていく中で、区民の皆様からのご支援でここまでたどり着くことができました。今改めてこの江東区政を扱う責任の重さを痛感し、身の引き締まる思いでございます。昭和22年3月、江東区の誕生から76年の歳月が経て、この間5代にわたる区長の確実な歩みと輝かしい業績がありました。とりわけ山崎前区長の功績には敬意を表すものがあり、私も今日までの江東区政の良いところは継承しつつも、時代の変化に対応した多様性のある開かれた新時代の江東区を皆様と共同して作ってまいりたいと思います。これまでに看護師、保健師として勤務し、大学病院や保健所の臨時職員として働いてまいりました。また国会議員として政権与党の中で子育て支援や子どもの貧困、児童虐待や生きづらさを抱えておられる方々への支援などの政策に強い思いを持って取り組んでまいりました。私のこれまでのあらゆる経験を尽くして、生まれ育った大好きな町江東区に、そして区民の皆様のために働きます。江東区は人口53万人を超え、多彩な魅力と高いポテンシャルを兼ね備える町です。お約束した政策公約を実行し、クリーンで開かれた区政、一人一人に寄り添うぬくもりのある区政、東京オリンピックパラリンピックの開催地にふさわしい躍動感のあるまちづくりを実現していく使命があります。木村区長は区長選挙にあたり、もっと良くなる江東区をキャッチフレーズに様々な政策を掲げました。政策は6つあり、第1は子ども真ん中江東区、第2はクリーンで開かれた江東区政、第3は作ろう街のデザイン、第4は広げよう
江東ブランディング、第5話健康都市江東区、第6話つながろう世代を超えてです。本日わざわざ区役所まで来て私の初登庁を見守ってくださった大勢の区民の皆様が期待しながらこれからの江東区の船出を見ておられます。新しく選任されました区議会の皆様とも十分な連携を取り、ご理解とご協力をお願いしてまいります。もっと良くなる江東区、ワクワクするまちづくり、江東区新時代のページを今皆さんと共に前へ進めてまいります。